Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. こんばんは。今日二つ目の動画ですね。Who is? ということで、This practice is 2 of 50 ということで、Who? 誰?っていうのを聞く疑問文の瞬間英作文をやっていきたいと思います。はい、では早速始めまーす。この男の子は誰ですか? Who is this boy? Who is this boy? He is my brother. ということですね。Who is this boy? He is my brother. はい、OK です。あの女の子は誰ですか? メアリーです。Is that girl's? Who is that girl? Who is that girl? She is Mary ですね。Who is that girl? She is Mary. はい、OK です。あの女の人たちは誰ですか? Who are those women? Who are those women?They are my brother and grandmother. ということですね。はい。Who are those women? They are my mother and grandmother. はい、OK です。はい、次。あの男の人たちは誰ですか、Who are those men? They are my cousin and father. はい。They are my cousin and father. Cousin というのはいとこですね。はい。あの背の高い女の人は誰ですか ?Who is that tall woman? She is Catherine ですね。Who is that tall woman? She is, Miss Catherine ですね。はい。あの可愛い女の子は誰ですか ?Who is that cute girl? Who is that cute? Who is that cute girl? She is Suzy ですね。Who is that cute girl? She is Suzy ですね。はい。あなたは誰 ?Who are you? I am Adam Smith。これそのまんまですね。はい。私は誰 ?Who am I?Who am I? You are my son. ですね。まあ、こんな会話がまあ、記憶喪失の人の会話ですね。はい。彼らは誰、Who are they ですね。Those は、あれらはなりますんで。彼らはなんで、Who are they? They are my students. They are my students. はい。彼女たちは誰、彼女たちは誰ですから、同じですね。ですから、Who are they? They are my friends. They are my friends. っていうことですね。はい。で、まあこれ、要は、誰っていうのを聞いてるんで、間違いないようにしてください。もう、聞いてる対象が、単数だったら、who is ですね。で、複数だったら、who are ですね。で、まあ、あとは、あなたなのか、彼なのか、誰なのかっていう、その、認証代名詞を使って、その後に続けるということですね。はい。ざっと何々とかでもいいですし、はい、それに合わせるような形ですね。彼らは誰 ?Who are they? They are my students. 彼女たちは誰 ?Who are they? They are my friends. まあ、彼らはとか彼女たちはっていうふうに日本語では分けてますけども、もう、they って言った段階でもう話してる会話の相手には、彼らなのか、
彼女たちなのかっていうの意図は伝わってますんで、まあ要は、全部ひっくるめてゼイということになってますね。はい、複数形、彼ら、彼女らっていうのも全部ひっくるめて、ゼイっていう風な感じの表現をします。はい、今回は、Who is 誰っていう感じの疑問文の瞬間英作文をやってみました。何回も反復して、まあ、僕もこれパーツに分けてやってますんで、まあ、勉強中の方っていうのは暗記っていうよりかはこの英作文のポイントっていうのが暗記っていうよりかはこの日本語を読んでパッとこう出てくるんなら OK と。で、分からなかったらすぐ答え合わせをしてみると。で、暗記をするんではなしに、そしてその英文を、読んでみて、まあ、滑らかに読んでみて、自分の感情というか情景を思い浮かべながら、読んでみて、で、もう一回反復すると。パーッとこうやって、これまあこれ10個ありますよね。1個見て答え合わせ。1個して答え合わせ。まあ、全部こう答え合わせをしながらやります。で、時間がかかって分かんなかったらもう諦めてすぐパッとこう答えを見ます。で、答えを見て、そしてその英文をこう口に出して読んでみるというのをこう一つずつをやります。で、全部そして終わったら、次は、通してピューっとやってみるということですね。通してピューっとやってみる。最初は一個ずつやってみます。で、一個ずつやって終わったらば、一個ずつこう答え合わせをしながら、答え合わせをした後に、英語を何回か、こう、自分の気持ちを込めて、あ、なるほど、こういう文なんだっていうのを理解しながら、何回かやって、それをずーっと10個まで繰り返して、終わったら、一回通しでやってみるということですね。でも、気楽に、何回も反復してやるということですね。暗記覚えなきゃっていう形ではなしに、反復して、やるっていうことが、長い、すぐ忘れる記憶じゃなしに長い記憶につながっていきますんで、そこをポイントに考えてやっていってもらえたらなと思います。僕もやっていきます。今日もどうもありがとうございました。いいねボタンとか、コメントお待ちしてます。参考になったなと思ったら、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Thank you for watching. See you next time. Bye!